ジャイスト変人ラジオ、今回も前回に引き続きましてコンピューティング科学研究領域から井上直也先生にお越しいただいてます。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやーなんか一瞬にしてですけどなんか未来のイメージがバーってこう湧いてきてすごいことになるなと思いながら、まあでも僕は研究者じゃないんで、まあ、のんびりしながらのんびりしながらと驚いてたらいいのかなというふうに、まあ、ちょっと他人事として捉えたところもあるんですが、さてさてその井上先生ですが、そのどうなんですか、高校中学あるいは小学生の時からそういうコンピューター人間っていうか、もうコンピューター大好きでみたいな、はい、そんな感じだったんですか。実はそうなんです。実は意外と違うんですって聞いても、もう大体予測する側としたら、もう僕もどっちも今予測してたんで、はい、あ実はそうだったんですね。そうなんです。それはもう端末っていうか小学校の時からもう叩いてたんですか。そうなんです。きっかけは、はい、家にプログラミングの本が置いてあって、ということは親父さんか、はい、おふくろさんかっていうか、はい、多分そうだと思うんですけど、はい、お仕事はそっちの関係ではないですね。全くそうじゃなくて、はい、農家でさくらんぼ作ったりぶどう作ったり、はい、してる農家だったんです。農家で、はいはい、ところが、はい、このさくらんぼの育て方っていう本じゃなくて、はい、もうありましたけど、それもあったんですけどプログラミングの本がポンと置いてある。ポンと置いてあったんですよね。気になりますよね、これ。はいはいはい。でまあ、それを手に取ってこう、はい、なぜかそれを読みはまってしまったんですね。それいくつぐらいの時ですか。それが小学校の、はい、まあ、3年生とか4年生ぐらい、ね、小学校3年4年の時そんなプログラミングの本ってさらさら読めるんですか。いや最初は多分さらさらあんまりよく覚えてないんですけどね、さらさらは読めてなかったと思います最初。でも気になってこう見てたんですはいはいはい。でなんかずっと見てたんですよね、はいはい、なんとなく、はいはいはい、はい、でなんかこう面白そうだなって思って、うんうん、でそれがきっかけなのか、それともそもそももともとそのパソコンを買うプランがあったのか分かんないんですけど、はい、ちょうどこう読んでた時にこうパソコンが家にやってきて、はい、やってきて、やってきて、それはなんかやっぱりさくらんぼをどういうふうに収穫するかっていう、はい、そのあったんでしょうね。なんかこう、まあ、何かあったんでしょうね。使おうと思ってたんでしょうね。思ってたんでしょうね、はいはいはい、家の方が、はいはい、でこうやってきたと、はい、ということはもう井上少年は、はい、おこれだっていうことですよね、はいはい、そうですね、ええ、それでプログラムを、まあ、多分最初は見よう見まねにそこに書いてあるこうサンプルのプログラムをこう打ち込んで、プログラムを打ち込んだんですか。打ち込んだんでしょうね、はい、多分、はい、小学生の時ですよ。小学生の時、はい、もうということは小学生高学年にして、はい、ある種のプログラミングをしてたという言い方で合ってるんですか。そうですねその頃にはゲームを作るっていうのをやってました。そのちょっとクラスでもなかなか、はい、そこまでやってた人は、そうですね、その当時はそういう人は多分ほぼいなかった。ほぼいなかった、はいはい、今でこそなんかプログラミング教室、ね、小学生のありますよね。それは今はもう、はいはい、それはそうですけど当時、はいはい、お父さんとかは何か言ってたんですか。お何やってんだお前みたいないやなんかいつもすごそうだなと思って後ろから見てるっていうようなことを言ってた気がします。多分学校帰ってきたら家ではい一心になってやってたんですか。やってましたね。まあ遊びもそれがほぼ遊びみたいな感じでした。ですよね、はいはいはい、そうなってくるとそれ楽しいですよね、はい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 、クラブとかそのスポーツとかはやってなかったんですか。小学校の時はパソコンクラブっていうのがちょっと待ってください。その当時できたそのままじゃないですか。そうなんですよ、ね、そのままじゃないですか。そうなんです、はい、できたって自分が作ったんじゃないですか。いや先生が作った、当然入りますよね。入りましたね。入りますよね。何やってたのかあんまり覚えてないんですよ。なんか学校にパソコン、まあ、叩いてたんでしょうね、はいはい、当時多分パソコンまだ珍しいくて時で、はい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 、それでまあ小学校にこう入ってきたので、はい、まあ、パソコンクラブ作りましょうっていう流れになったんですけど、ね、で当然家でやってる井上少年としては入りますみたいな、はいはい、で当然部長になってみたいな部長ではなかったと思います。なかったですか。はいはいはい、でその小学校の時はじゃあそうやってで中学校になってくるとそっちが本格的になってくるわけですか。そうですね。でも中学校の時は割と部活もやって、その何部活ですか。テニス部です。いきなりテニス部まあねそれはまあなんか、はい、やっぱりそれは大会入りますよね、はいはい、でテニスに入って、はいはいはい、そうですね。
でもゲーム作りも同時にやってましたね。あ、やっぱ続けてね。続けてだんだんやっぱりこう進歩して自分の中では進歩していくんです、はいはい、そうですね。でもそうなってくるとこうハードもちょっと欲しくなってくるんじゃないですか、はい、ああそうですね、そうですね。パソコンも確かその頃に買い替えたんじゃないかなと思います。自分じゃなくて家のえ、それはもう息子のためにお父さん買ったみたいな。まあそうかもしれないですね。だってそんなに使ってないでしょ、はい、お父さん使ってなかったですね多分、はい、ねえー、じゃあもうそれでテニスをしながら、はい、やっぱりそっちをしながら、はい、そのあたりから将来、はい、ちょっと考えますよ ね、 そうですね。プロテニスプレーヤーになろうっていうにはならないじゃないですか。それはならなかったですね。ならないですよね、はいはいはい、よっぽど出ない限りは、はいはい、ということはもうそのあたりから学者というか研究者みたいなその頃はまだなかったですね。まだないですか。はい、ただ多分その頃は、まあ、ゲーム会社というかゲームを作る人になりたいと。ゲーム好きなわけですね。はいはいはい、そうですね。当時何やってたんですか。ゲーム、はい、ゲームですか、はい、何やってたかな。バイオハザードとかですね。バイオハザード、うん、あともっと最初のだとマリオ系のなんか、ね、マリオ系の、はいはいはい、もう子供ってもうしょね、はい、ゲームのクリエイターになりたいっていうのは正しく、はい、正しい欲求でしょうね。そうですね、はい、その頃スーパーファミコンが出てプレイステーションが出 て, 出 て, てセガサターンが出てみたいな、ね、ああもうなんかもうゲーム王国みたいな感じですよね。そうですね、はい、将来そういう世界で俺は働きたいなみたいな、はいはいはい、そのままじゃあ高校進学して高校行くわけですよね。そうですね、はい、そうなってくるとより現実的になってきます。そうですね、そうですね。でその一応なので理系に行きたいと思って、はい、英数コースっていう英語と数学のを重点的にやるコースに入ったんですね、高校は。はい、ああもう僕は最も私が最も苦手なと思うんですいやいやもう理系はそれができないんで、ね、あ、はいはい、で英数のとこ入りましたと。はいはい、で大体目標を決めたんですか、あの大学に行こうみたいな。そんなに具体的には決まってなかったんですけど、うん、ぼんやりとは、まあ、理系の大学に行きたいなと、はい、もうちょっとコンピューター、はいはいコンピューついて、はいはい、と本格的に学びたい、はいはいはい、もう王道ですよね、はいはい、子供の時小学生の時に叩いてからずっとこう、はいはい、そうですね、はい、そう途中で嫌になってこう浮気してもう俺はもうコンピューターじゃない世界に行くって一個もなくて順調それはなかったですね、はい、でも正しく楽しい、はい、正しくハマっていった、はいはい、そうです。正しくなのか、いや、いや僕からするとそれ正しいです、はい、そうです。はい、それで大学はどちらに進まれたんですか。大学はですね、はい、経済学部に行ったんです。ちょっと待ってちょっと工学部ですよね今の話の流れだと、はいはいはい、なんで経済に行ったんですか。いやその理系に行きたいというふうにこう高校の先生に何度も話をしてたんですけど、はい、相談してたんですけど、なんか当時の世の中のこう風潮だったのかもしれないんですけど、はい、なんか理系に進んでしまうとその専門性がすごい高くなって、はい、なんかこう就職するときにこう選択肢が狭まっちゃう狭まってしまうと、まあ、もう研究者になるとか決めてりゃいいんだけど、うんうんうん、やっぱりちょっと理系に行き過ぎてしまうともう行くとこ狭いから、はい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 、もうちょっと広く捉えた方がいいんじゃないか、はいはいはい、というアドバイスを当時の先生からいただいて、はい、うん、まあそうなのか、そうなのかとあまり自分でも調べたりいろいろあんましなかったんですけど、あ、もう、はい、もう分かりましたみたいな、はい、そうなのか、はい、素直だったんですね。そうですね。で、まあ、経済学部に行きましたと、はいはいはい、でそこからが今までの間がまだちょっといろいろありそうです。そうですね、はい。でその後でもやっぱりその学部まあ4年間やったんですけど、はいはい、そのプログラミングは続けてたんですよね。やっぱりゲームプログラミング個人的に、はいはい、学部関係ないですもんね。関係ないですね、はい、でやっぱりあと学部でこう授業を取るんですけど、はい、なんとなくやっぱりこう数理的な授業が面白いというか、もともとね、はいはいはい、そっちですから、はいはいはい、いや経済学部だとゲーム理論っていうやつがあるんですけど、はい、そういうのとか面白いなって思ってて、はいはいはい、結局そこで夢を捨てきれなかった。捨てきれなかった。もうやっぱりこう大学院に行ってもうちょっともう一回、はい、自分が本来やりたかったところをやろうみたいな。はい。はい、はそう思ってもう最初これ名前出しちゃっていいのか分かんないですけど、いいす横浜国立大学横国ですね。横浜国ですね。横浜国、はい、横国の経済に入って。はい、
あ、ですね、大学自体武蔵大学っていうところなんですけど、そこから院が横国の、そうですね、どこの院、横国の、環境情報学府っていうところの院を受けたんですけど、まずそれは落ちてしまった。落ちたんですね、はい、落ちた、はい、でそれ落ちたのが4年生の、あれいつ分かったのかな、4年生の夏だったんで、はい、落ちたっていうのが分かったの、はいはいはい、もう4年生の夏で就活もしてなかったんで、あららもうどうしよう、もう後ろがないどうしようっていう風になって、でどうしようかなっていろいろ探してたんですけど、ネットで、うん、そしたら奈良先端科学技術大学院大学、ナイストですね、ナイストですね、はい、奈良ありますね、ナイスト、はいはい、ナイストに松本研究室っていうすごいこう自然言語処理でこうすごい大活躍、そこで自然言語が出てきたんですよ、はいはいはい、はい、っていうのを見つけて、はい、まあやっぱそのゲームでゲーム作りたい、ゲーム作りなんで面白いと思ってたかっていうと、はい、なんかそのやっぱ知能を考えるのが面白い、こう自分と対戦するこうノンプレイヤーキャラクターをこう作るわけなんですけど、はい、そうですね、それって賢い知能を作るっていうことなんですよね、でそこが面白いってずっと思ってた、思ってたから、はい、だからまあその自然言語処理っていう、言語処理って結局その人間のこう知能をどう作るかっていう部分にすごく関わりが深いところなので、それで面白さを感じて、はい、でここの松本さんのところのこの自然言語だと思ってナイストには行ったんですか？行きました、それは行きました、行ったんですね、はい、でやっとこの自分がやりたいような世界観で、はいはい、こう面白かったんですか、ナイストのその、うん、めちゃくちゃ面白かったですね、はい、そこでじゃあ自然言語の基礎を学ばれたという、はい、そうですね、そうですね、そう、何年ぐらいいらっしゃったんですか？何人ですか？何年ぐらい、あ、何年、あ、2年です、2年、修士2年間、あ、そうか、修士か、はいはいはい、で、はい、でそこにもちょっと、まあ、ドラマじゃないですけど、ドラマってそこの松本先生の研究室の准教授であった乾先生っていう、はい、いらっしゃるんですけど、乾先生がちょうど教授になる、昇進します、はいはい、で東北大学で研究室を新しく開きます、東北大学、はい、はいはいはい、で僕もちょうど修士が終わるタイミングだったんで、はいはい、そっちにちょっと一緒に行きます、行きますと、ドクター1年で行きます、はあ、横浜から奈良に行って、はい、横浜行ってないですけど、横浜が行ってるんだ、落ちた落ちましたけど、落ちた落ちた、横浜に行くつもりが奈良に行ってはいはい、はい、で奈良から今度東北へという、あ、そうです、ね、すごいですね、はい、で東北大学のその新しい研究室に一緒に行ったわけです、一緒に行きました、はい、やっぱ自然言語なんですね、自然言語です、はい、そこでどれぐらいいらっしゃったんですか？そこは博士課程の3年間、はい、プラスその後ちょっと外の研究員とかをやったりして、はい、研究員だったんですけど東北大にまだ残ったりし て、でその後また助教をそこでまたやったりして、で、はい、結局だから2020年までいましたね、そこに、2010年から2020年の10年間、10年間、はいはいはい、東北大の、東北大の、はい、でジャイソなんですか？その後は、突然海外でちょっとお給料もらいながら研究してみたいと思って、それはやっぱ海外っていうのを一回武者修行じゃないんだけど、はいはい、それどこですか、国は？そこはアメリカです、アメリカです、やっぱもう本家本元なんですか？やっぱり自然言語処理結構活発にやられているので、はい、まあ、アメリカ、何大学なんですか？ですね、ニューヨーク州立大学のストーニーブルック校っていうところで、はい、まあ、いわゆるストーニーブルック大学って呼ばれてるんですけど、そこにいきなり行ってポスドクという立場で行きまして、はい、もう全然そうまた違うんですか、やっぱもうそのアメリカの大学ってなってくると。まあそうですね、みんなやっぱりこう自由にやっているというか、楽しみながらやっているっていう感じでしたね、雰囲気、日本とはまた全然違うんですよね。そうですね、雰囲気がやっぱり違いますね、なんか、ね、姿勢というか、姿勢というかこれは悪い意味じゃないですよ、悪い意味じゃなくて、ものすごく、はいはいはい、日本はちょっとなんかちょっとカチッてしすぎて、はいはいはい、でちょっとこうなんか世の中の役に立つことをやらなければみたいな、そういう使命感とかこう重荷を背負ってるんだけど、僕はなんかイエーイみたいな、はい、はい、とか今日はどうだみたいなそんな感じなんですか？まあそこまでそこまでフレンドリーな感じじゃないですけど、そこまでフレンドリーじゃないですか、すいません、はい、でも、はい、皆さん楽しいからやっているという、そういうところが大きいなと思いました、はい、そういうのを学ばれて、はい、でそこから、はい、その後ジャイストですね、ジャイストで、はい、来られてもまだ2年間です、
2022年の4月からなのでちょうどもう2年ぐらいですね。どうですか、まあそのまあまあまあ、そうなるかどうか分からなかったんでしょうけど、はいはい、面白いんですか、やっぱこうここまでの道のりっていうのは。まずまあそうですね、今振り返ってみるといろ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 経験したなと、面白かったなと思いますね、はい、ここは長そうですねってことは、ここからはそう、そうですね、研究室も自分で立ち上げるっていうのは初めてですし、そうか、はい、まあ、研究室立ち上げたらそんなすぐひょろひょろっとどっかに行くわけにいかないです、行かないですよね、はい、で学生も来るわけですし、はいはい、そうですね、はい、もう今17人か、東京サテライトまで入れたら17人いる、すごいです、もうみんな注目してる、まあ、分野的にそうですね、今うわそれのいわば研究者っていうか、そのすごいですね、うん、もう先端行ってないといけないですよ、ね、そうです、うわーそうか、じゃあやっぱでもその小学校の時にその親父さんがそのプログラミングの本を、はいはい、変な意味じゃなくて買ってなかったら、あるいは置いてなかったら、はいはい、やってなかったかもしれないです ね、ここまで今こんな自分じゃなかったかもしれないです ね、はい、可能性はありますよね、はいはいはい、さくらんぼの育て方そうじゃ、いやさくらんぼ農家としてすごい AI も取り入れてすごいことになってたかもしれないですけど、今ちょっと農家のちょっと今その農業とかアグリカルチャーも科学じゃないですか、はいはいはい、今もやっぱあっちの AI も含めていろんなことで、うん、コンピューター使って、はい、人間の感覚だけでやるんじゃなくて、はいはい、なってきてますよね、らしいですね、はい、あんまりそっちの農業とはひっつけるとかいうのは自然言語はあんまり関係ないんですか。そうですね、多分僕が知らないだけかもしれないんですけど、あんまりその辺のこうなんていうんですか、一緒にやるっていうのはあんまり見たことない気がしますね。でも今やっぱ言語だから、言語とこうやっぱりその農業っていうのがなかなか、しかし日本中の方のそのね、農家の方がもちろん気候だったり、はいはい、あの土だったり微妙にものすごい情報量ですよね。そうですね、はい、データとしてはものすごくいろいろ溜まってるんじゃないかなと思う。そっちの方の、まあ、ふと思ったんですけど AI 化させていくって言ったらまだまだありますね、はいはい、そっちはそっち、はいはいはい、あると思いますね、はい、いやお父さんがもしかしたら将来そういうことをしようと思ってプログラミングの本を買っておられたんじゃないかなと今ふと思ってなるほどなるほど、ね、だから息子がついてくれるんじゃないかなと思ってたんじゃないかなと今ふと思ったんですけど、そうかもしれないですね、それは全然思ったことなかったですけどいや出ないと置いてないでしょ。まあそうですよね、お父さんなんかゲーム作る気なかったないと思います、はいはい、そうですね、なるほど、今度聞いてみますね。いやだからいやなんかね、あの子を持つお父さんっていうか、まあ、これも聞いてる人はあれか分かんないですけど、なんかこうやっぱ大事ですよね、何を置いとくかっていうのは、うんうんうん、そうですね、子供はそんな気なしにパッと見て、はいはいはい、そこから人生変わる場合もそうですよね、あるっていうことですよね、はい、はいはい、そうですね、本当そうですね、これが電子書籍では多分ダメで、うん、そこにこう置いてあるっていうのが、こう目の見えるところにこういろいろ置いてあるっていうのが多分重要なんでしょうね。こう電子書籍だと Kindle とかだとこう押さないと見ないじゃないですか、はい、それはこの言語自然言語の処理の問題、さっきおっしゃった、はいはい、なんか全部がこう AI 化していくことと似てるような気がします、ね、はいはい、そうですね、そうですね、確かに、はい、情報としてそこに電子的にあるんじゃなくて、はい、なんか物としてそこに存在しているからなんか意味がある、はい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 、あるところから先はやっぱ全部 AI じゃなくて実物というか人間というかそれが重要、うん、そのあたりとプログラミング言語がまた混ざっていってまた社会未来が見えてくるというか、そんな感じですか。そうですね、ええ、あ、いやいやいや、聞いてて、あの先生の話を聞いてて、僕は僕で学者じゃないんですけど、研究者じゃないんだけど、なんかそうなるんだろうなって今気がしましたね。まあとりあえずあの実家帰った時にお父さんに一回、はい、聞いてみます。なんでプログラミングの本あったの。そうそう、お父さんの情報はネットに載ってないわけですよね。そうですね、はい、直接聞かないとダメそうですね、いやー別になーっていう顔の表情から読み取らないといけない。そうですね、そうですねこれはまだ人間しかできない、はい。
はい、これは井上さんしかできないことの一つ、はいはい、これはよろしくお願いします、はい、やってみます。はい、ということで、いやいやすごく興味深いお話が聞けました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャイスト変人ラジオ、2回にわたってゲストにお越しいただきましたのはコンピューティング科学研究領域から井上直也先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ナビゲーターは越前彌太でした。